白いんだな、あの映画。おもろいらしいね。テーマがあの、3.11 らしいからね。ああそうなんだ。知らなかったら、そう、知らなかったらびっくりするだろうね。ああ、見ようか思ってます、僕も。あ、まだ見てない？見てない。俺もお前も。うん、実はね、俺も。あ、聞いてました、それは。誠は？誠もいんの？誠が見てないわけなくない。誠まだだって。誠まだ？誠なんで見てねえんだ。あれ誰の手柄になんだよ、じゃあ。どんななんだろう。シーン1個だけ予想していくか。でも、あ、そうだね。スズメの戸締まりっていうぐらいだからね。マジでこの前情報ないし、俺予告とかも見てないから、うん、スズメって多分主人公の名前だろうな。ああ、それありそう、うん、おいスズメ、おい、クラフト中、鍵閉めた？お前いつもどんくせえからな。見てこいって待ってるから、うん、これは恋人かこれ。運命だとか未来とか。何が来た？ちょっと待って。戸締まり見に行かせてバイクでどっか行こうとした今ね。で、歌で雰囲気ごまかした。再利用あんだ。新海の映画も再利用もあるんだ。でもまたラットなんでしょ今回も。まあもうあのタックはもう変わらない。逆にここで急にさ、うん、クリープハイプとなったら野田洋次郎が黙ってないよね。確かにな。野田ありって言うだろうな。何ですか？まあ、意義ありみたいな感じで野田あり。野田あり。野田ありって言うだろうね。意味わかんねえな、あいつ。あいつエモい歌詞考えすぎておかしくなっちゃったんだ。パーパパパパーパパパパーパパパーパーパパパパーパパパーパパパー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 。え？くるみゆべし食べる？なんですか？くるみゆべし。じゃあここで渡辺陽一さんに一言いただきましょう。なんで？時間かかるって。セックスオンザビーチ言わねえよ、おい。くるみゆべし初めて聞いた。まあ、東北のあれだからね。新潟住んでるけどわかんない。どこから来たんですか？いや、お前の読み方のさ。ちゃんと読んでやれよ、お前。あ、明日何食べようかな。早っ、お前。それ考えたら早い。こんなやつが太ってないわけないじゃん。楽しみだな。太った。辻褄があった。ポケモンしたい。ポケモンしたい。巻き爪直したいな。巻き爪直したいって言ってた。おじいちゃん。巻き爪ってなんかでもすごい痛そうだよな。いや、あれめっちゃ痛そうだよな。巻き爪直す動画とか見ちゃ う, ちゃう。おい、まなかなか、おい。かなかなかい。かなかな、なんで。かなかな、まなまな、2ペア。何ですか、そのゲーム。かなかな、まなまな、まな、フルハウス。あ、まな、まな 4枚存在してるぞ、多分これ。この間関係あるか分かんないけど、巻き爪ひどい時、同時に38度ぐらい熱。マジで？わ。巻き爪、なに、痛いな、今日、みたいなのがあんの。今日は一緒に、痛いな。エモいな、おい。何がだよ。なんでニカモノのトークってこんなに飽きないんだろう。またです。お前、当事者が言ってる。なんか、あ、ごめん、一応そういうコメントなかったから言っちゃった。なかったら言っちゃうのやめな。変な人よそれ。欲しいコメントつぶやいちゃうの。めっちゃ変だよ。やば、やばいやばい。あー、武器ね。死んだ。下打ちしちゃったんだけど、普通に。ごめんなさい、皆さん。すいませんね。こんなこと しちゃダメよ。お前、やば。失ったの、大切なもん。ごめんなさい。